のどかなイギリスの田舎町。訪れたのは借金まみれのドブ人生に嫌気がさした一人の写真家。彼女は世界一幸福な街で一発逆転を企んでいたのはずが、なんだよこのクソど田舎。今時ネットがない、携帯も圏外、スタバもない。ニューヨークスタイルピザが食べたい。フリートはどこ？ブラックタップのミルクシェイクを飲ませろ。羊が放し飼い。こいつら何考えてるんだ。マジ腐れ地獄だぜ。今すぐニューヨークに帰らせろ。それは無理。まずは借金を完済しなければ。働いて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 、稼いで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 。彼女は必死に街を出ようとする。やった。でも結局は稼いだ分だけ使っちゃうんだよね。ドリンキング。世界一幸福な街に住む世界一奇妙な住人たち。そしてこの街にはとてつもない秘密があった。人々は夜犬猫になる。マジ最悪だぜ。とんでもないもの見つけちまった。マジヤバいぜ。マジかよ。こんな街マジで腐れ地獄だぜ。